飛行第53戦隊の新天星空隊に属している二式伏線とい垂直尾翼には第53戦隊の部隊マークを機体側面には新天体所属を意味するカブラヤを描いている新天星空隊は第二次世界大戦期に第二本帝国陸軍が編成した特別攻撃隊の一つ新天体とも本校では 回転隊などを含む空対空特攻隊全般について詳述する。第二次世界大戦後半から始まったアメリカ陸軍航空軍の高性能超重爆撃機 B-29 による日本本土空襲に対抗する国区の策として1944年11月7日第10航空師団は霊下の核飛行船隊に対し 各戦隊に4機の特別攻撃隊で体当たり CB-29 を撃墜する空対空特攻隊の編成を加齢した。防衛総司令部総司令官、東国の宮都志飛行を陸軍大将によって新天星空隊と命名された。新天星空隊の名称は厳密には東部軍管区の第10飛行士団に隷属する各空対空特攻隊を指し、 西部軍管区の第12飛行士団に隷属する空対空特攻隊は回転隊と称していたように、これらの名称は飛行士団ごとに別名で呼称されたものである。空対艦特攻との決定的な違いは、敵機に衝突後に操縦者が機体より脱出し、落下山降下、あるいは偶然操縦席より放り出される形で、結果的に脱出、ないし損傷した蒸気を、 操縦着陸させ生還することが必ずしも不可能ではなかった点である。そもそも戦闘機操縦者、特に当時の日本機で B-29 の高度まで飛行できる操縦者は貴重な人材であったため、むしろ生還することが求められていた。このため重視冷静ではないことである。中には飛行第244戦隊新展制空隊、 歯がくれたい所属の板垣正夫軍曹、中野松尾軍曹のように2度の体当たりを観光し2度とも生還したという例もあった。逆に戦果を上げることができず、技量不足とみなされた操縦者が特攻隊に左遷される場合もあった。編成は各飛行船体内の4機1組で1体とされた。使用する機体の大半は、使い古しの中古機で軽量化のため航空機関砲。 防弾後半、無線機を撤去し、航空での機体性能を少しでも向上させた無抵抗機と呼ばれる機体が用いられた。こうした措置は軽量化以外にも、貴重な装備を喪失前提の機体に搭載したまま道連れにする必要はないという意味もあった。ちなみに、その創設にあたり、フランス空軍に反を取った帝国陸軍の航空部隊には、 海軍航空部隊と異なり、特に凝った衣装の部隊マークパーソナルマーク、撃墜マーク、指揮官機マークノーズアートなどを自由気ままに機体に描き、また、それを軍上装具が許容する柔軟な文化が育っていたため、新天体や回転体などを含む特別攻撃隊の機体には特攻隊員の心意気を示すため、特に派手な特別塗装やパーソナルマークが施されていたことが多かった。 戦火としては、1機の特攻機で一度に2機の B-29 を撃墜したこともあったが、大半は B-29 の防御火器が強固なものである上、速度や航空での性能差がありすぎて、B-29 に接近することすら、ままならない場合も多く、体当たりに成功しても B-29 が墜落しない場合もあり、軍上総部が期待したほどの戦火は上げられなかった。また、 B-29 に P-51 といった護衛戦闘機が随伴してくるようになると武装を持たない無抵抗機は格好の餌食となってしまうため次第にこれらの攻撃は行われなくなっていった ABB-29 に対する体当たり攻撃財団法人特攻隊戦没者異例検証会解放特攻第30号平成9年2月 P3 から14 ありがとうございます。